署まで立ち向いて今日決勝戦のマスクを着ました、はい、今日の朝はどんなことを考えていらっしゃいましたか。まあでもそこはリラックスして臨みましたけど、もう逆にあまり考えないようにして今日会場入ってからスイッチを入れ替えたという感じですね。決勝争ったザイン選手は全米学生選手権で3度優勝している強豪でしたけど、はいはい、どんな対策を立てて臨みましたか。もう対策というよりはもう本当にアメリカのレスリングスタイル、もうその象徴という感じだったので、もうあまり付き合わないというか、相手のレスリングでやってしまったら絶対勝てないので、そこはもう自分のスタイルを徹底しようと思ってました。具体的に言うと、相手にも勝った自分のスタイルってどんなレスリングだったんですか。そうですね、まあ、やっぱりくっついて勝負してしまうとやっぱり相手の土俵になってしまうので、まあ離れるというか自分のタイミングで取りに行くという形を徹底しようと思ってました。実際に相手にコンタクトしてからは、はい、リンクルホールドからアンクルホールドを完璧に仕留めたと思います。そうですね、もうあそこしかもう多分もうチャンスはないと思ってたので、まあ、そこで一度で仕留められてよかったですね。多分あれあのまま長引いてたら多分相手のペースでもしかしたら負けてたかもしれないので、あそこで仕留められてよかったと思います。ワンチャンスでものにしたという感じですか。そうですね、もうあそこだけに力を注ぎました。昨日からもう1回戦から準決勝、そして今日決勝戦と本当に神がかった力を、はい、いやそうですね、もう本当に、まあ、もういろいろ書いてもらってるんですけど、まあ、子供たちであったり支えてくれた全ての人が本当に力を貸してくれたのかなと思います。昨日もあの教えている子どもたちから、はい、見ているということをおっしゃってましたけども、その子どもたちから SNS やなんかで反響反応というのはありましたか。まあ、そうですね、あの普通に SNS というか普通にあのメール、LINE とかいただいて、まあ、本当にもうやるしかないなという気持ちでしたね、はい、かなり子どもたちからの励ましというのは力、はい、今日力になりました。いやもちろんもちろん力になりました。で決勝戦も1対0のテクニカルフォールで、はい、完全優勝を果たしたわけですけど、はい、これからどうしますか。これからもう僕はここでフリースタイルはもう一度離れようと考えているので、まあもう何も心置きなく次はグレコローマンの67キロに行けると思います。はい、フリースタイルの次はグレコローマンで世界チャンピオンになる。そうですね、両スタイルで世界チャンピオンになろうと考えているので、まあ、そこはもう誰にも譲れないというか、もうここを目標にしてやってきているので絶対に取りたいと思います。はい、大リーグの大谷翔平選手に続いて、はい、レスリングでも二刀流を目指す。まあそうですね、そこまでちょっと大きいことはあんま言えないですけど、まあ、あの大谷選手のようになれるというよりは大谷選手に少しでも近づけられるのかなという。そうですね、偉大な選手ですので、はい、ありがとうございます。勝って、まず一人全員の注目を浴びて、はい、感じておりました。あの感動というか、それを受けた。そうですね、もう本当にいやもう最初と一緒なんですけど、もう本当によくここまで来たなという、もう本当にここを目指してやってきたので、もう本当に言葉にならないですね。はい、はい、そうですね、もう本当に苦しいことだらけだでしたね。はい、一番ここまでで支えになったんですか。いやもうみんなですね、もう本当にもう僕に携わってくれた人たち全ての人たちだと思います。はい、あの竹島とおばさんが世界情報でコンプレックスという言葉で、はいはい、今は世界中に、まあそうですね、やっと、まあ、あの人は2回優勝しているので僕はまだ1回ですけど、少しでも追いつけたのかなとは思います。はい、グレコで、そうですね、はい、もう多分グレコで取ったらもう誰もが認めてくれると思いますので絶対に取ります。はい、あの、まあ、SNS から
帰国してから分かんないですけど、はい、お母さんからどんな言葉をかけられると思いますか。母ちゃんですか。いや別にそんなもうあれですね、なんかもう普通のラインだと思いますよ、はい、もう特にあのよくやったぐらいじゃないですか、はい、でもお母さんに少しは追いついた、追い抜いたっていうのはあるんじゃないですか。まあ追い抜いたまではいかないですけど、やっぱりグレコを取らないと僕の中では追い越した気にはならないので両スタイルとります、はい、今日の試合前にお母さんは、ね、まあ、あの子供たちのラインですね、あの母さんから直接というわけじゃなくて、その子供たちも練習頑張ってるよ、見てるよっていうラインはいただきましたね。ありがとうございました。おめでとうございました。本当に良かった。良かったです。